FM Music. FM Osaka. 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。おう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 。こんばんは。はファンタスティックスのリーダーパフォーマー世界とパフォーマーザ・ワン・ムット・ナツキです。今週のファンラジはこの2人でお届けしますよ。というわけでブーンブーンちょっと早いクリスマスです。やったー。はーい、もうクリスマスはねリア充ばっかりということで世間はもうイルミネーションイルミネーションデートデートで、もう困っちゃうよ。困っちゃいますよね。そんな今日12月19日ははい松行くの日ということで、あらお二人は今育てているものありますか？あります。の来た早いですね。僕はあります。僕あのメガニケというゲームがありまして、メガニケ、はい、女神の勝利ニケという、あ、勝利の女神ニケというゲームがあるんですけど、そのモダニアちゃんというキャラクターをずっと育ててますね。あ、そうなんですか。に、はい、ニケって何ですか？ニケっていうのはその女の子たちの総称です。ああ、種族的な。もうあの戦闘にと、もともと人間なんですけど、はい、もう戦闘用に改造されちゃった子たちなんです。あ、そういう、はい、あるんですね流れが。そうなんですよ、あるんですよ。で今その子を育てて、あとアリスをね今更ながら育ててますね。モダニアとアリス。モダニアもう最強ですからこのキャラクター。あ、そういうやつがある。そう、戦うんですか？それで戦う。バーストスキルっていうのがあって、3のね、はい、バーストスキルをねあの使うとね相談数がね無限になるんですよ。相談数、はい、弾が無限になるんですよ。あ、相談、あ、そういうことか、はい、装着できる弾が。めっちゃ強い。でも今ね俺がいるその、はい、ユニオンっていうのがあるんですよ、はい、まあ、ギルドですね。ああ、ギルド今頑張ってね、俺もあの知らない人ってやってるんで、はい、あ、なるほど、はい、知らない人とそのギルドのレベル上げていくみたいな。レベル上げてるんです今。あ、で世界中の人たちと戦って。そうです。あ、はい、オンラインもできちゃうやつですね。そう、今プラチナなんですけどね、まだちょっと全然上には上がない。プラチナってなかなか上のレベルじゃないですか？多分すごいっすね。僕よく1位になりますよ。おお、すごい。あ、やっぱちょっと課金は、課金してます。ああ、そうですよね、はい、当たり前ですよね、はい、世界さんからしたら。だからちょうどこのオンエアの頃には多分クリスマスのキャラが現あの実装されてるんで、限定キャラが。ちょっと課金シーズンですねこの時期は。ガチャみたいなやつ、はい、あ、 あります。サーナッツは僕っすか？はい、育ててるものだって。育ててるもの、うん、俺ないな、そういうゲームもないしな。あ、俺育ててる、サボテン育ててる。え、家でいっぱい。なあ、サボテン。はい、どうしたのサボテン。最初僕ケンジロウさんに誕生日プレゼントでサボテン買ったんですよ。おうおう、なんケンジロウさんが観葉植物育ててるのハマってるみたいな一時期で、じゃあサボテン買ってあげようみたいになって、いいね。で僕も、あ、このサボテンおしゃれだなと思って買った流れで増えてます。えろ、サボテン可愛いんですよ。可愛い、サボテンが。名前つけたりしてんの？あります。何？サボと、うん、まさか天じゃないだろうな。トゲトゲもう一つはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのグルートから名前取って、ああ、うん、グルートまんまなんかそいつは結構成長が分かりやすい。あ、そうなんだ。葉っぱが徐々に。サボテンってどれも一緒じゃないの？なんか成長具合って。違うんだ。いろいろタイプがあるらしくて、あんまり水あげちゃいけない時期とか。ああ、時期はね。実は直射日光にずっと当てるのが良くない。ああ、そうだよね、サボテンは、ね、それをもう様子を見ながら育ててるのが楽しいです、ね、大変だね。なんか観葉植物、気温とかさ、気温とかもあの風通しとかも、ねね、毎朝必ずいろんな家のいろんなところにいるんで、そいつらを集めて、集合させて風通しのいいところに置いて水あげるやつをあげてみたいな。いいね、なんか楽しそう。楽しいっすよ、愛着湧くね。かわいいっす、ほんとかわいいっす。いいね。でトゲ抜いて食うの？トゲ抜いて食うです。ラクダのようなそんなことしないです。食ってもうまいよねそこまでしないです。あ、そうなん、はい、いいね。サボと、サボとトゲと、うん、サボ、被剣使うってこと？じゃあ使わないです。ワンピースのサボ、ね、サボとサボとトゲとグルーと、あともう一個はリョックっていう。リョック、はい、緑色だから安直だけどいいね、はい、分かりやすいからそれがいいな。サボトゲ、グルート、グルート、リョックかっこいいね。なんかかっこいいです。グルートだけ異様だよいやもう
ちょうどそのガーディアンズオブギャラクシーにハマり始めた時期になんで俺グルート、俺だけグルートなんだろうってずっと思ってる多分。あと成長が分かりやすいんですよ、葉っぱ枯れてってで新しい葉っぱ出てきてみたいなのが楽しいから。今日はこのままフリートークですか？トークいっのままいっちゃいますか。じゃあはい、じゃあということでね、曲は流さず、今日はね世界セカサワのクリスマス会やった。いいですね。あとは題してファンタジスタの皆さんの今年のてっぺんニュースなどを紹介しながら、まあ、どことなくクリスマスっぽい雰囲気でお届けします。かっこ多分ってすごい台本ですねこれね。かっこ多分、かっこ多分ということでね、クリスマスっぽい感じでいきたいですね。ファンタジスタの皆さんから送っていただいたメールとともに進めていきたいと思いますが、今年もアドベントカレンダーを使いながら、アドベントカレンダーを使いながら進めていきたいと思います。よっしゃ。アドベントカレンダーとは12月1日からクリスマス当日までをカウントダウンするための特別なカレンダーのことで、24個の袋や袋箱を毎日1つずつ開けるとお菓子やプレゼントが入っているというもの。ここではメール1通につき1つ箱を選んでどんなお菓子が出てくるかを楽しみながら進行してください。よし、ハッピーな企画だ、ね、箱がいっぱいあるんですよ。いっぱいあります。じゃあ前半はてっぺんニュースをまず紹介していきましょう。てっぺんニュース、てっぺんニュース。ファンタジスタのメッセージだったので今年一番〇〇だったことを言い合っていきます。てっぺんニュースです。何かありました？あれどっちだっけ。ちょっとてっぺんニュース、あ、じゃあ俺行くよ。お願いします。ファンタジスタネーム、おときさん、ファンタの皆さん、おばんです。おばん、おばんです。おばんです。産後ダイエットを始めて今年で2年目、マイナス25キロ痩せることができました。え、何回もくじけそうになりましたが継続は力なりで、地道に大好きなスイーツを我慢した成果が出てすごく嬉しかったです。ファンタの皆さんは我慢できないくらい食べたくなるものはありますか？ちなみに私はティラミスです。すごいね、マイナス25キロ。え、これはすごいね。てっぺんですわ。いや、てっぺんですけど大丈夫ですか？心配になりますね。わかんないよ、200キロから185に変わっただけかもしれないし、あ、175に変わった。それだったらまあまあまあわかりますけどね。50から25ですとかで言われたらもう心配になりますけど。心配になりますよね。すごいじゃない。いいね、まあすごいですね。大変だからね、産後はね。そうですよね。お母さんたちはもう、お腹から大変よ。これ何？この何でもいいの？どれかから。やつを一個。じゃあ真ん中のやつでしょ。で開けていいの？開けるよ。チョコレートが入ってた。サンタさん、サンタのチョコ。可愛い。可愛いやつ。クリスマスな感じです。メリークリスマス。お手紙が入ってますね。あ、黒トリュフポテトチップス。お、当たりだそうです。当たり？やっと。お、中に持ってきてください。中に持ってきて、このすごいすごいテンポだねこれ。お、すごい。え、うわ、来た、うまそう。かっこよ、パッケージ。濃厚な黒トリュフの香りが楽しめる大人のための贅沢なポテトチップスです。あ、うまそう。これ食べちゃいけないですよね、まだ。あ、なるほどね、うん、終わりまで。やった、ありがとうございます。楽しみということで。うわ、すごい、304キロカロリーですね。じゃあ僕も欲しいから、はい、あ、これじゃないですか、やっぱり。ファンタジスタネーム、はい、ララハナさん。今年一番の衝撃は生まれて初めて見るプロ野球の関西ダービーと阪神タイガースの日本一です、うん、本当にびっくりしました。死ぬまでに関西ダービーが見たかった夢が叶いました。ちなみに私が入っているファンクラブはファンタと阪神タイガースの2つだけです。わ、ありがとうございます。今年優勝しましたからね。ねえ、ダメだよ、道頓堀に飛び込んじゃ。毎年毎年というか必ずあのニュースがありますよね。あれはもう恒例行事なんでしょうね。で、なんか本当に飛び込んだら病気になっちゃうみたいな。そうそう、去年ツイッターで流れてきますよね。スクミズ着た人飛び込んでたよね。見たよ、なんかツイッターで流れてる。すごっと思って見てた。ツイッターじゃねえ、 X だ。もう慣れないな。X ですから。X で流れ、 X でそういうの結構流れてきますよね、ニュースとか。じゃああれですか、お菓子を。ララハナさん選んでいただいておめでとうございます。当たり出ちゃいましたけどね。他にも当たりがあるんじゃないですか。さっき白いきましたよね。ちょっと赤一個しかないんで、赤いきますわ僕。ちょっと、ん？マシュマロとチョコレートしか入ってなかったっす。外れか。外れなんだ、クリスマスなのに。てっぺんニュース、てっぺんニュース、ファンタジスターネーム夏花さんチーム、私のてっぺんニュース2023はクリスマス直前に
親知らずを一気に4本抜くことです。お来年は受験があり歯医者行くことができないため、クリスマス直前のこの時期に4日間入院をして抜くことになってしまいました。入院期間中は大好きなファンタやサウナつくの動画を見て過ごすつもりですが、メンバーの皆さんは4日間休みがあったら何をして過ごしますか？これからも応援してます。顔パンパンになるでなかなか追い込みますよね、まあ、この時期しかダメなんだろうね、受験があるから。そっか、じゃあまあ、まあ、1週間ぐらいで落ち着くって言いますからね。ね、動かなければね、もう1週間の辛抱ね、引きますから。ナイステッペニュースですね、これは。これじゃ引こう。茶色、5番、ね、4日間休みがあったらサウナさん何しますか？4日間休みがあったら、はい、まあ、この季節なんで北海道とか行きたいですよね。北海道いいね。ちょっと北海道行ってなんかおまじ、ああ、世界さん引き強っ。私オレンジケーキ。俺ケーキ、ケーキなんてあるんですか？おー当たり、おー当たり、当たり、なかなかじゃないですか。なんで俺2回連続当たっちゃったよ。ポテトチップスからの、ありがとうございます。オレンジケーキ美味しそう。これ大阪のやつかな。大阪のやつだ。いいね。あ、昔も大阪なんだ。いい、美味しい匂いする。やべえ、あと2個も当たり出ましたね。ちょっと悔しいんだよ。当てようよ。当てたいですね。これ結構当たりあるぞ多分。今この流れでいくと、もう1個そっち世界さん側の引いたらもしかしたら当たりかもしれないんで、うん、読みます。ファンタジスタネーム真央さん。今年のてっぺんニュースは、通っている大学の学祭に大好きなファンタスティックスが来たことです。あれ、やった。どう、部活で毎日使っている体育館でライブしてくれるなんて思ってもなかったです。いつも頑張る理由になってくれてありがとうございます。これからもけなげに健康に気をつけて頑張ってください。応援しています。立花、立花じゃないですか、京都の。立花じゃん。京都市の真央さんって書いてあるんで。立花じゃん。すごい嬉しいですね。女子大生、女子大生です。熱っ。二十歳の。ありがとう。よかったですね、こうやってまた感想なる着ることができてね。よかった。あれ楽しかったな。楽しかったですよね。照明すっごい暑かったけど近い近い、ね、真横の照明ほぼ学校の照明ってめちゃめちゃ暑いよね。全力で来てくれますから、ね、ちょっと引こう。世界さん側引きますね、うん、3番。まあこれこそ当たるでしょうね。きたー。おお、当たった。普通に嬉しい。当たりカード引きました。焼きドーナツかっこチョコ。おお、ありがとうございます。ね、優しいね。結構当たるね。当たり引いちゃいました、ね、優しいじゃん美味しそう。結構しっかりしてる何これ、チョコのドーナツですね。もういっちゃいきますか。はい、ファンタジスタネームミヤさん。ミヤさん、私の今年一番嬉しかったてっぺんニュース2023はこれ。いいですよ。第一志望の会社に就職が決まったことです。おお、おめでとうございます。あれはいいですね。本当に嬉しくて最後まで諦めなくて本当に良かったと思いました。就活頑張れたのはファンタのライブや会社に行く道中で聴くファンタの曲です。本当にありがとうございます。来年度から社会人になりますが、これからも私たちファンタロのために元気と勇気をください。これからも応援してます。いい人、いい人、いい小宮ちゃん。すごいですね。でも第一志望って今は珍しいんじゃない？なんかいろいろありますからね。社会人やったことないか分かんないけど、難しいっすよ。でも、ね、俺たちはもう非社会人だからね社会には生きてる。そうですね。ありがとうけど、ね、じゃあ引きます。引いてください。じゃあ俺逆に一番奥のやつ。ああ、ありですね。2番。お、なんかでかいカード入ってる。カード入ってる。外れ。じゃあ外れです。外れだけど俺にとっちゃこれ1万大当たりだぞ。なかなかでかい。さっきのあのオレンジケーキと同じぐらいのサイズ感のお菓子が来ました、ね。うん、この雪だるまの形したあのコーンスターチのクッキーね。クッキーじゃないか、コーンスターチ。美味しいやつじゃないですか。これ美味しいやつだ。ありがとうございます。外れなのになんかいいな。うん、お、しかもチョコもちょっと入ってる。チョコ2個入ってる。おや、太っちゃうよ太っちゃう、このオンエアで。ということでね、まあいろいろてっぺんのいろいろありましたけどもね、ちょっとね、メールをねいただいてまして、はい、こないだですね、何月のオンエアでしたっけね。9月10月ぐらいでしたっけね。世界さんと僕の回ですよね。そうなんですよ。クッキーのね、たけのこの里のクッキーの部分が美味しいっていう話になって、はい、しましたね。あれだけを販売してることはないのかなみたいな、あと似てるやつないのかなみたいな話をしたところ、伊豆さん、
伊豆さんがですね、はい、ファンタジスタネーム伊豆さんが、なんと明治さんに直接問い合わせをしたそうです。本気じゃないですか。で問い合わせたところ、はい、タケノコの里は、あ、多分ね、俺の予想ね、タケノコの里はチョコに合うように独自に開発しているため似た商品はお伝えできませんという返答をいただいたそうで、似た商品はお伝えできませんと。あ、ちゃんとこういう返答をするっていう決まりがあるのかもしれないです ね、 あ、もうだからこう同じことを思った人がもう何百万人といるんでしょうね。過去多分。なるほど。なんで返答いただいたと。ただまあ諦めきれないので一人で勝手に探していますと。お、見つかったんですかね。ねえ、いや、わかんない。なんかでもタケノコの里のクッキーの部分に似たやつってありますかって聞いたのかな。確かにどうやって聞いたんですかね、あれ。だってそう、伊豆さん、あともう一個あるよ。お、じゃあこれ読ませていただきます。ファンタジスタネームしのさん。ファンタスティックスの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。以前世界さんと真夏さんの回でタケノコの里のビスケット部分に似た商品を見つけたら教えてと言ってたので必死になって探しました。まずタケノコの里を製造している株式会社明治様に問い合わせたところ、また問い合わせてるよ。明治では現在ビスケットやクッキーというお菓子を製造していないため似た商品をご紹介できませんとの回答でした。作っていないですね。そうなると実際に自分で食べまくるしかないと思い、ありとあらゆる商品を食べまくった結果、私的に一番近いと思われた商品を見つけました。お、それはウォーカーハイランダーショートブレッドです。あ、イギリスのお菓子なんですが、はいはい、ドンキやカルディに売ってるのでぜひ食べてみてください。うん、ビスケットだけで食べると少しバターが強いのでよりタケノコの里感を感じるためには、似てるか、明治のチョコレートを一緒に口含んで食べるのがおすすめです。似てるかな、すごっ。ウォーカーね、これね。あ、これか。そう、ああ、あのちょっとイギリス風なお菓子よ。おしゃれなやつだ。そう、あのナチュラルローソンとかに置いてあるやつありますよね。あるある。これ子供の時からずっと好きで食ってた。あ、そうなんですね。俺これちょっと高級そうだなと思って食べたことないかもしれない。うっそ、はい、うまいよ。うまいんすか。めっちゃうまい。ちょっとねしっとりしてる。あ、でも絶対あのビスケットクッキーの部分だけ売ったら俺爆発的に売れると思うんだけどね。いや、絶対売れますよね。あれは、あれを食べたい人絶対いますもん。あのなんつうの、素材みたいな、タケノコとキノコの素材みたいな名前で。素材いいっすね。男には刺さるな、タイトル。明治さんに言って、そっか、これ美味しいですよ、ウォーカーの。ちょっとじゃあ後で僕食べます。はい、さあというわけでね、後半もまだまだ、後半、後半です、もうほぼ後半の時間帯、はい、収録的にはね。ということでね、はい、こういう曲どうします。今日、今日はね、クリスマスシーズン、アルバムの曲なんでしょうね。クリスマスですからね。メイビーラブとかね、ベタに行くと。ああ、メイビーラブいいっすね、確かに。じゃあ曲紹介お願いします、ね、いい感じに楽しくなってきたところで、これお聞き、それではお聞きください。それでは聞いてください。ファンタスティックスでメイビーラブ。FM 大阪からファンタスティックスの世界とサウンドなつきがお送りしてきました、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。はい、もう喋りすぎました。もう後半の部分カットということで、今日はもうやることが多すぎるのよ。すごいですよ、あのこの机の上の荒れ具合をお届けしたい。なん、お届け、お届けお届けしたい。今日は沢さんがもうゆるゆるです。口元となんかやっぱこの暑いっすよね。ぼーっとしてますけど、多分暑くてもう体中汗かきながら収録してます。額に汗かいてるもんだってっていうね、はい、本当にもうそれぐらいちょっと、ね、まあ、クリスマスなんでね、もうファンタイムも、あの FC クラブも終わり、確かに終わった、ね、ダンクも終わり、終わり、もうゆるゆるモードですから今。一段落して、はい、年越しに向けてというわけでね、番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをまだまだお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ニューアルバムファンタスティックロケット発売中です。ありがとうございます。そしてこのアルバムを引き下げてファンタスティックス初の全国アリーナツアー、ファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックの開催も決定しています。関西では4月10日水曜日、11日木曜日、大阪城ホールにて開催となります。
その他メンバー個々でもいろんな活動をしていますので、今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE MOBILE の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスで何にしましょう。何にしましょう。スターボーイズにします。いいですね。ではファンタスティックスでスターボーイズを聞きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのリーダーパフォーマー世界とパフォーマー沢本敦樹でした。バイバイ。